大事なのはわかるけど、ちょっとは自分のことをして、明日この部屋から出るの知ってるでしょ。だから今一番盛り上がってるところなの。あと1回、7時間だけだから。だね、ある程度は私がやったんだから残りの私物はソフィアが片付けて、それで私の次元空間に運んで。はくー、カナエモンが冷たいよ。ちょっと暗いよねー。ソフィアちゃんが試練中の間は、誰も触れられないから。せめて自分のことをやってから、カナちゃんの空間で試練をすればいいと思うけど、ハクの裏切り者を、こちょこちょしてやるー。じゃあ、やめてー。とりあえず片付けして運ぶ。それでアスチェックアウトしてから試練。それなら文句は言わないから。私とハクはお風呂入ってくるからその間に終わらせてよね。仕方ないね。名残惜しいけど今日は勘弁してあげるよ。あとついでにコトカを回収してきて、結構長い間夜風に当たってるからちょっと心配。心配なら自分で行きなよ。カナチンも適当だな。私だけの世界、私にとっての異質の世界、今まで理解してこなかった私だけの力。パトノミカとルイデン、あれでわかった、私と連動する世界、その世界が私を強くする。もし私の有楽異界がパトノミカとルイデンと同じものだとすれば、答えは必ずそこにある。当時の私は幼すぎて見向きもしなかったけど、今の私ならきっと、あ、いたいた、オーラ少量だけどダダ漏れだからすぐわかったよ。こんな夜遅くまで一人で危ないな。誰かと一緒にいるね。あれは聞くより発光だね。コトカちゃんに何か用があったのかな。親子だしね、何かしらあるんだろうけど。私のお母さんについて理解できました。おそらくですが、曖昧でいい。一冊だけ知っていればリトアとの会話は最低限理解できるはずだ。リトア、誰のことだろう。コトカ、お前も何を話すか考えておけ。もしかすると一生に一度、最後のチャンスになるかもしれないからな。わかりました、しっかり考えておきます。俺は帰る。いつあのクソ野郎が俺たちを召集するかわからねえからな。寝れる時に寝ておく。お前も迎えが来たんだからさっさと寝ていろ。あら、これはバレちゃってますな。すまないね。あまりにも帰りが遅いから迎えに来たんだよ。ソフィアさん。迎えが遅すぎるんだよ。次はもっと早くに来い。こいつは世間知らずなんだ。見ていて腹が立つ。あとお前にも少し言っておきたかった。完全勝利でファルドラとバハート撃破。さすがだ。俺でもさすがに無傷勝利は難しい相手だ。つまり WGBT の準決勝の相手として過去一に不足なし。再会した時俺はお前を凌駕する策を練ってお前の策略を押さえつけてやるよ。いいね。ならせいぜいしっかり私を勉強してきなよ。世界最強がこんなか弱い女の子一人に傷をつけれずに完全敗北。なんて嫌でしょう。恥かかないでね。たく、パトの周りにはムカつく野郎しかいねえな。まあいい、それくらい生意気じゃねえと張り合いねえからな。コトカちゃん、体調は大丈夫。カナッチが心配してたっぽいから一緒に帰ろう。はい。ご心配をおかけしてすみません。ソフィアさん、メリアさんのお姉さん、リトアっていう女性を知っていますか？知ってるよ。価値あるものにしか興味がない人だからね。私も随分興味を持たれてたよ。上から目線で話してくるからかなりうざいけど。さっき話に出てたリトアって、メリアの姉のリトアだったの。はい、相手都合なのですが、一度私とお父さんをリトアさんが召集してお話をするそうなんですが。使うはやめておきなよ。メルトリア一族は関わってもろくなことにならないから。そうなのですか。メリアさんだっているのに。事実メリアも。だよ、私たちは例外なだけ。コトカちゃんはまだメリアのメルトリアとしての部分を見たことないのかな。はい、まだここ最近ですので。メルトリア一族は極端なんだよ。己にとって価値あるものには優しく、価値がないものには厳しく、理念に反していればたとえ正しくても間違いだと言って聞かない、融通の聞かない連中なんだよ。事情は知らないけどもし、敵対しようとするなら相手は帝王神含む強さで5本指に入る。メリアなんて比じゃないほどに格上の化け物。もちろん現役の私でも多分相手に本当の意味で傷なんて一切つけられない。そんな相手だと思うよ。そんな相手に喧嘩を売る。それはどういう意味か、コトカちゃんならわかるよね。私が他人に喧嘩を売るなんて。そんな、隠し通しなよ。コトカちゃんは嘘が下手だよ。恨みまでなくとも心境は複雑だよね。正直相手の発言次第では激怒するかもって自分自身密かに思っているんでしょ。ダメだよ、コトカちゃん。ポーカーフェイスが下手すぎる。まずは苦しくなったら下を向くか。無理に笑おうとするのをやめるといいよ。お見通しだったんですね。これでも帝王神候補でメリアと同格か、それ以上の頭脳って言われてるからね。見てるところはちゃんと見てるよ。気をつけます。少なくとも後先考えない行動だけは、絶対にいたしません。それでいいと思うよ。本当は私も同行したいけど呼ばれしてないからね。頑張ってね。はい、ありがとうございます。帰ったよ。いやー、コトカちゃんおじさんにナンパされてたよ。ナンパ？コトカもやるもんだね。わ、私だってナンパの一つや二つ、平気であるからその気持ちわかるけどねー。
かなちゃんかなちゃん、ソフィアちゃんの顔見なよ。あれ嘘の顔だよ。見たらすぐわかるもん。あれ、ソフィアさんも簡単に嘘見破られてません。私たちはお風呂入ってテイルも終わったから先に寝てるね。二人も早く寝てね。明日は早いからね。眠たい時は饒舌になるね。ハクはずっと睡魔と戦ってたらいいんじゃないの。それじゃあことかちゃん、今日も一緒にお風呂入ろうね。もちろん体は優しくね。デリケートだからね。本当、この人たちは余裕があるのか、純粋に正直者なのか、わかりませんね。それじゃあおやすみ。お風呂はすごくはしゃいでいたのに、即睡眠モード、切り替えがすごいですね、ソフィアさん。ソフィアさんって悩みとかあるのですか？あるよ、現在進行形で問題にたくさんぶつかってるしね。でも今悩んでも仕方ない悩みは考えないことにしてるんだ。ずっと悩んでたら疲れるしね。そう？ですか。悩まない？私のお母さんはリトアという人の専属神でお父さんと関係を持ってなくなった。私のメリアさんから専属神契約の話を聞いているから知ってる。一度契約すれば私たちの意思では解約はできない。主が私を認めない限り死にもしない。主が死ななければ死にもしない。だけど主が見限りで専属神の蘇生を拒んだ時、死を命令した時、その時初めて契約が切れる。そうか、お父さんが家族に最初邪魔したのはお母さんのことが第一に脳裏に浮かんだからなんだ。私のお母さんと同じ末路になるのではないかと。なら私は今回の件どう対応するのが正解なのでしょうか。は？ここはどこですか？先ほどぶりだな。と言ってもお前の時間感覚で言えば12時間前だったか。時間の流れというのは難しいものだな。ムー様の娘探しても無駄だ。あの男に興味はない。興味があるのはお前だけだ。嘘だったのですか？あの人と同伴をすると約束を。約束？口約束に何の意味がある？それがわかってるからお前も第一位と専属新契約をしたのだろう。何の代償も持たない約束なんて安易に結ぶものではない。片側がそれに気づかない状況なら特にだ。事後で知っても意味がない。あの男もまだまだ甘い。さて、私は別にお前をどうにかしたいわけではない。お前の可能性がどれほどのものか、把握しておきたい。それだけなんだよ。それも嘘じゃないんですか？ほう、なら何が嘘かわかるのか。ムー様の娘。喧嘩を売る、それはどういう意味か、ことかちゃんならわかるよね。そうですね、例えば私のこの力、この場で分析したい、知的好奇心を満たすため、そう考えるのはどうでしょうか。以前メリアさんは言っていた、歌姫適性で私よりも高い人は全世界に存在しない。つまりリトアさんよりも上、つまり、あなたが唯一お持ちでない力の一つ、そんな貴重な存在である私。あなたがもし私自身に興味があればお父さんも呼んでいた。だけどお父さんを必要としない。つまり欲しいのは私ではなく私の中に存在する歌姫。そう考えるのが普通だと私は思いますが。ふむ、疑い深いな。それに賢い。普通なら私に浮かれるか、母親の話題でいっぱいいっぱいになると思うのだが、母に、ムー様に興味はないかね。福読みことか。名前を知っててわざとムー様の娘と、母を意識させるように呼んでいたんですね。意識誘導、ニュートンモデルに似た和法技術、私にはそう感じましたよ。お前らの文化内にある技術名なんて興味ない。要件がわかっているならいいだろう。母親のことを聞けるなんて甘い認識はそもそもないのだからな。ゲームをしよう。お前らの文化で言うと鬼ごっこはどうだろう。お前は今すぐ帰りたい。いや、パトの現在の情報を知りたいのだろう。教えてやろう。そしてうまく逃げ、脱出できればそのまま情報を他の専属神たちに渡すといいさ。私が見たいのは福読みことかの可能性、潜在能力だ。故にこの空間内ではお前は精神暴走は起こさないし、お前が思い描くまま力を扱えるだろう。脱出方法は問わない。それでいいですね。構わないさ。その言葉からあからさまな出口は存在しないと理解しているのだろう。好きにするといい。お前にもメリットのある話だ。もちろん乗るだろう。私はお前を知りたい。お前は自分自身の可能性とパトの情報を私から知りたい。どうだ、いい条件だと思うが。現状のパトさんの情報を知る、そのチャンスが私にかかっている。お母さんの話も大事です。ですが今は大事な人のために私は頑張りたい。わかりました。いいですよ、ゲームをしましょう。ただし今度は口約束ではなく、しっかりとした契約で。アリシア、アイス買ってきて。
いえいえ、わざわざ買わなくてもアリシア、即座に作りソフィア様に提供いたしましょう。じゃあアリシア、国買ってきて。お任せください、ソフィア様が過ごしやすい気候の国を無限アリシアたちで討ち取ってきます。じゃあ最後にアリシア、世界作ってきて。世界？世界ですか、試したことないですね。いや私の無限と万物と物理があれば。全部冗談だよ、目が怖いよアリシア。ほらみんなに挨拶して、それで私は十分だよ。次回もぜひ見てくださいね。ご視聴ありがとうございました。